基本的には皆さんちょっと大人な忖度をしないように思ってます。で、一応付箋とペンを、テーブルの上に置いていくので、自分が、ここで議論をしたいと思う、お題ですね、挙げていただいて、どうしようかな。ものすごい多いので、もしかしたら、もう貼っている時に混乱してしまうので、できるだけ最初に貼った人に近ければ、もうそこにグルーピングをしながら貼っていただくという形がいいのかなと思います。で、もしかしたら途中で溢れる可能性もあるので、なんか一塊だけもしかしたら外側に出す可能性があります。なんか軽く自己紹介って言ってたんですけど、多分これをしてしまうともう終わってしまうので、小グループに分かってから、なんとなくしていただくのと、あと貼り終わった人、皆さんの名札見ながらとか、ちょっと大人の挨拶ぐらいをしていってもらったらいいなと思います。じゃあ、用意スタートで、どんどん始めてもらいましょう。山下と申します。企業家向けの学習システムで内閣官房で働き方改革の政策パッケージやってます片岡と申します。今日はよろしくお願いします。品川区議会で区議会議員をしております横山ゆかりです。上杉と申します。シリコンバレーの教育ベンチャープログラムをしていて、現在は仕事やめに世界一周中です一人親家庭 の、 小学生向けにワークショップを提供しているモチベーションメーカーという企業になっています。ゲームクリエイターですが、最近はスポーツ、超人スポーツだったスポーツが運動会を提供しています。犬飼と申します。ハンドハンドという団体でワークショップデザイナーの小崎澤を提供しています。人が動くときはやっぱお腹するからご飯食べなきゃいけませんよねと、住み食って生きていけるわけじゃない、それを考えると人が動くためにはお金がいるんだっていう思ってて、そういうふうに動く人にとって必要なお金の流れを作るこういうのがいるんじゃないのかなと思って問題意識になってます。よろしくお願いします。なんか地域とか会社とかいろんな、 なんか枠組みを超えて活躍できる人材とか、そういった土壌作りができたらなと思って参加しました。ベンチャー政策担当します、浜田と申します。よろしくお願いします。ベンチャー政策担当しているんですけれども、まあ、やっぱり東京に人材というのは集中しているなと思ってまして、まあ、僕自身奈良出身でですね、まあ、昔から地元を活性化したい、元気にしたいという思いがあって、そういった時にやっぱりキーになるのは人かなと。優秀な人材がどうやってそういう地域っていうところにこう目を向けていくか、あるいは定着していくかっていうところに関心があって、今回はこうしていただきまして、今日はこれだ、はい、なのでそういったテーマで議論させていただけるとありがたいです。そういう形でもう仕事の人がもう全てグラデーションなんじゃないかと思ってて、やっぱり簡単というのも一緒にやるみたいなところを今日提案できたりお話できたらと思います。以上です。プロジェクトの広報を担当しております。そうですね、こういう官民共同の、私は民から入ってきたのなんですけど、官民共同のプロジェクトで、世界課題を解決するっていう機会をもっと増やすには、どういう仕組みとか、どういう人材が求められてるんだろうみたいなところについて、皆さん実際としては教育であったり、まあ、仕事であったり、課題を特定したものを地域の方と結びつけるというお手伝いをしています。で、まあ、アウトプットとしてはその地域の政策に反映するというのと、まあ、そこの地域の方同士が助け合ってサポートしていくというのが、まあ、理想的な姿なんですけれども、実際、まあ、日本でそもそもそういう人がいるっていうのが知られてなかったりとか、それって国際機関がやるでしょっていう、まあ、誤解があって、実は日本の条約というか日本の政府であったり複雑の市民の方がやるのが、まあ、本来の姿なんですけど、そういった場作りをするどうでしょうかなという悩んでいて、ちょっとこちらに参加させていただきます。やっちゃいましょう。議論したいことをここに貼ってもらっていいですか。で、議論の結果、自分がそういうどういうアクションをしていくかっていうのを作っていく。これをグルーピングしろって言われてるんですけど。人材交流。それなりになってきたね、形に。ここにもそ
評価とあるあるある。じゃあそれ評価とあれですよね。SIBそう、あ、そうですね。類似性がだから双方のところですね。それ2人揃って何の話をするんですか。で少子高齢化を解消しよう。あ、これ僕です、僕です。はい、とりあえず少子化高齢化を、はいはい、そう少子高齢化対策でね、ポジできることはこれでしょう。あ、いや実際、まあ、さっきみたいに考え方を変えていくときに合理的に多分逆にそれが行き過ぎちゃって今動きが取れない。でもそれって逆にメリットというか日本史であるのが根本的なものなので、なかなか変えられないのかなっていうのがあってます。そうなると戦後だけじゃなくて、もうちょっと遡った、それこそ宗教まで考えた上でいろんな宗教が来て、それを普遍化のものをまあ個別化しちゃうっていう、例えばこう65歳と65歳以降でその人が持ってるネットワークとか、こうなんか生活のリズムがすごく変わっちゃってるわけですね。でそれってその年金制度とか定年退職制度があるからなんですけど、なんかそれその仕事の中でやらないこう決まってる制度があって、それをこうどう生き抜くかみたいな世界とは別に、こう個人がなんかもっとやりたいように生きていくとか考えた時に、やっぱり定年をなくすことはできないのか、戸籍制度で転勤でパートナーのキャリアが閉ざされる。これ、どれに一番参加したいですか。一人で何本も無理なんで。私は女性が出産でキャリアを上げられるんですけど、ところがテーマにして、ここ一つにしていいですか。はい、はい、他に、はい、高齢者の学ぶ場作り、これはプログラミング一緒に考えてもらいます、好きなことを仕事にして生きていく準備をする。やりがい、はい、まあ、この辺近いかな。多様なセクター、産官民学問わず、産官民学の中でも多分それぞれのセクターがあるんですけど、それぞれが、持ち寄って、社会的なインパクト、ソーシャルインパクトを作り出すっていう、まあ、今までの共同とか優しいですね。よくわからない。あと何秒か。非戦化しとかないとか、みんなの。なんか女性の働き方と男性の現役男性と、もう死ぬわけにスキルアップするのためにというか、それは多分年金が苦しいから一応よりもスキルアップして働けっていうと、なんかすごい嫌な言い方になるんですけど、一応でもなんとかでもスキルアップしたいという人ができる。私がやってる自治体1万6000人ぐらい小さな町で、なんとか教室みたいなで社会参画しましょうって自治体とかやってるんですけど、まあ、ざっくりそういうのに来る人は 15% ぐらい、これがもう10万人以上の規模の市ってなると1桁ですね、間違いなく。残りの 85% 何してるかっていうと、まあ、まさにあのペーパーにありました、テレビ見て、で家からそんな出ませんという人結構いて、でその人たち多分正面切って健康頑張ろうみたいなのが来てくれてる。そこにしか手に入らないものっていうのがあると、そういう動きになってくるかなっていう。しっかり仕事をしてる、ただし対価はしてくるんじゃないですか。多分してくるんじゃないですか。地域とか考えた時に多分すっごい地域にそういうことがあって、あの大事だよねっていう話なのかな。気がする、それ多分全部違うのかなみたいなこう聞いてると、あとはそのあのなんか県立高校、公立高校の方が優秀、そう、都会と違う、都会はもう市立に行くのが頭いいみたいな、はい、その結構地方では違うんですよ。そうですね、でそういった人は先生たちすごく進化したんですけど、そんなに経験すごいし、経験選手になるやつが経験選手に幅が広いっていうか、学校内にあるダイバーシティが結構でかい。本能的にあるから、男の人は結構それがないと学びたいことを学ぼうと思ったときにできる環境っていうのが、どこで作られるか、どういうふうに作ったらいいかっていう感じ。だから、皆さん、問題意識ここですよね。ここでやっぱり主体的にね、自発的に学べるべきなんじゃないかみたいなのが問題意識だって、多分方法がちょいちょいっていう感じになるかね。だから、あの今の学校の、体制では、先生が生徒に教える体制みたいなものがある程度固まってしまっていて、で
ないなと思って削られていってしまっているみたいな問題意識が多分あるわけですよね。でそこに何かを変えるとそれを、変えるためにも、外に出ていくことが必要だし外から土地を入れることも必要だみたいなということですよね。なんかはやっぱり地方自治は地方の人たちが出しちゃダメなんで中央の人間が出張ってやるんだって未だに言ってる人たちがいるくらいなんでそうだからそれと今どうするのかっていうのはみんなで考えなきゃいけない。それは市民みんなで考えなきゃいけないっていう時期っていうのをみんなで分かったり分からないといけないんだなと思います。はいはい、続き、はい、それでなんか刺さってくる地域住民って例えばどんな方なんですか。例えば、当事者に立ち向かう当事者意識大事、すごい大事、うん、でその当事者意識持ってもらうためにはどういうわけでもらってるかっていうのは例えばお祭りの中に入っていくべきする仕組みがもちろんあると思う。海外の方って日本のおみこし担ぎたいとかそういう思いがあったりするんですけどなかなか人から必要とされてるとかっていうのがやっぱりすごく大事な要素なのかな。やっぱり誰かの役に立てるとか自分にはこれがある誇りというか、逆にそれがないとあっという間に弱るしあっという間に弱るし、そうですね。もうそもそも短期思考で考えてるよねと単年度予算って良くないよねってところから、でもそれって行政だけではなくて企業とかも単年度で考えてるからそういうふうに対してやることがたくさんある。でもそれではなくて10年後とかちゃんと先行きすぎた長期思考で考えていきましょうって話が出ました。で、まあ、そこから、まあ、実際にこう長いスパンで長期思考で考えてる僕ら有料事例上昇とか結構事務コストがまたかかあんまり増やすですよ。10倍にすると10倍行政コストかかっちゃうんですけど、今回の資料作るときもじゃあ公とあの官民の役割分担がとかいうところもなんかいい事例ないかなって僕ら全然地方のこと知らないし、いい事例もよく分かってないんです。だからすぐ海外の事例引っ張ってきたりしちゃうんですけど、むしろその、まあ、表彰の代わりじゃないですけど多分それうぬぼれかもしれないですけど経産省の資料に有料事例成功事例ですって言われてないって言う。20代、30代なんで全部断絶が本当にあるんだけど、はい、まあ、僕未満の世代もそれなりに、まあ、1000人以上はいるんで全然多分喜んでる。いやそれはすごいよ。めっちゃ話になっちゃうんですけど、私あの、まあ、NHK で働いたりそれからこのユニバーサルなんですけど、あのその時の知り合いが NHK PR とか NHK のツイッターのアカウントやってる人だったんです。で彼が、TBS とか放送局の SNS とかみんな呼んで飲み会始めたら今も150人で、かくなると SNS 担当者って当時は孤独だったんで、あのお金もつけられずただパソコン得意でしょって言われて SNS 担当されてる人たちが一生懸命やってて、でも評価されるバージョンの炎上したら怒られるっていう思いをしてる人ばっかりが心細くてすいませんって飲み会をやったらそこが集まったんですよ。でそれを続けてたらもうすごいすごい大きさになってきて、もう本人が行かなくなっちゃったんですけど、でもなんかそういう場を求めてる人っていて、なんか自分はこう思ってるけど他の同じような組織で何かいるんじゃないかなっていう人がいたら、そういう人たちが集まるとちょっとまたそこで私はこういうことやってるけどシェアはできるかなと。それもやっぱ勝手に参加していいのみたいな感じで、もやるんで来たい人来てで、それこそですぐこうやって前に行って知り合いが知り合い連れてくるっていう感じでどんどんなって、なんかそういうようにやっぱり気楽に参加できると来る人たくさんいるんじゃないかなって。なんでみんなが来やすいですか。いやまあ、トピックは多分何でもその多分飲み会でトピック決めて飲んでる人が多分いないと思う。だからとはいえその多分質問攻めとかにあるとちょっともうなんか業務っぽくなっちゃうとあんまり行きづらいっていう人もいるかもしれないなと思う。だそれはまあ多分なんか飲み会っぽい飲み会であればトピック行きたいと思います。あと個人的にあのそういう飲み会とかもそうですけど、制度設計としてなんか僕最初の時にあの学び直しをしたいみたいな話をしたんですけど、地域の方とかって特にあのスーパープレイヤーみたいな人たちはもう都会とか行ってあの環境を実現するんですけど、大多数の人はそうじゃないんですよ。
ただ東京で暮らしてる人とかはそれもしやすい環境にあるんですけど、なんていうのかな、そういうビジネススキルのところとかさまざまなことを学生の時じゃなくて2、30代になってからでも学び直せるだとかっていうことも、あの人生100年時代っていうことっていうところではすごい重要だとして、それがあの再生産できないとやっぱりなんかどん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 、あの地方の自治みたいなところもなんか衰退していくような気がするんですよ。でこれがあのみんな基準をスーパープレイヤー基準で考えちゃうんですよ。そうじゃなくてもっと地場にいる人たちがどう異なってできるかみたいなことが本来は人は重要なので、そこがなかなか議論されてないなっていうのを思ってたりするところに、あのペーパー読んだ時に20代か40代がもっと社会で活躍するみたいなことをなんとなく書いてあったところに当てはめると、なんかそういう、なんかですかね、あの大学生とかだけじゃない社会人が学べる、しかもそれもある程度制度としてさまざま側面サポートして、あの今まで学ぼうと思ってなかった人たちも、あ、学ぶの重要なんだっていうことを考えられるっていうことが、そこにはすごく重要かなっていうところで、なんかぜひなんか制度として考えればいいのかなって思います。多分皆さんが地域からじゃあ官僚に合わせたいとか、さっきの話じゃないですけど連れてきていただいたとしても、大半は多分地域のスーパープレイヤーとかスーパー面白いやつをお連れいただくことが多いと思うんですよ。ただそういう人たちとお話しするのはもちろん楽しいと思うんですけど、僕らが今回作った議論とかを一番届けたいのは、多分僕らが絶対会えないようなそういうスーパープレイヤーじゃないような、本当に地域で東京なんて死ぬまで行きませんっていう人とむしろ会話したいというか、ぜひどう考えてるのかっていうのを聞いてみたいです。ただそこへのアクセスって多分僕ら官僚は全く持っていなくて、地域に行ってじゃあ県庁の方がいろいろアテンドしていただいたりするところも、もちろんその宮崎だったら宮崎のキラキラを一泊二日で見せていただいて帰ってくるんだと。そうじゃないところに、先の個人の話なんですけど、どうやってアクセスできるかっていうところは、それはまあ官僚であり東京の課題なんだろうなっていうのは大変やけど、でも土日に来てくれんやったらなんぼでも案内できるけどね。兵庫県中の普通の人たち紹介に普通の人と会いたい、多分ほんまに、まあ、スーパーももちろん会いたいんでしょう。もう本当スーパーも言いますけど、兵庫県中の普通の人たち全員合わせれるし、あと多分本当にいろんな地域に東京にいっぱい知り合って普通の人はしゃって